を急ぐ。いや、親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。こっちに来い。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い。これから小金寺へ向かう。影、さあ。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは？ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。こちらでいかがでしょう。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、少しでもお役に立てたでしょうか。間違いない。小屋から飛び降りたと思ったら、我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。
これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず助けを求め続けています。そやつを探してみる。鎧を仕立て直しましょうか。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧を仕立て直しましょうか。もう鍛えられません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。足立家と長尾家は滅んでしまった。陰ながらご分をお祈りしています。刀鍛冶をお探しですか。また頼むぞ。やつら触れられるくらい。これで我らも完全です。太刀を鍛えて差し上げましょうか。かつて毛量や悪霊は人の世に紛れておりました。そうした時代の伝承を。鎧はお体に合ってます。いつか菰田の浜の血は洗い流される。何事もなかったかのように。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。
とても感謝しています。誰にも言ったことないが、昔死にかけたことがあってな。ああそう、何があった？家から離れた森で侍ごっこをしてて。どんな鎧でも結構です。弟から聞いたけど、酒を飲みすぎて死んだ猛虎兵がいるらしい。信じられないよ。同じような死に方必ず対馬から弓の修繕をいたしましょうか。連れ出してもらうつもり？一人じゃ無理だからね。で、猛虎の船に気づかれずに氷の。だから琵琶法師がそう言ってたんだって。呪われてるのはうちつね子、弓じゃない。しっ、どうして神社に参らせてくれないんだろうね。私らの暮らしを苦しくするために何でもするの。だったらなんで神社を壊さないの。猛虎は空から火を降らせて、ひどい光景だった。猛虎が何者かって噂聞いた？金国と高麗を下した奴ら。違うよ、もののけだ。ありえる、ありえるよ、海から来たんだもの。桃田で戦ったのは侍だけじゃなく杉笠衆もいたらしい。嘘だといいけどな。鎧を仕立て直しましょうか。何を直しましょうか。では太刀についての御用があればお役に立ちましょう。あら、ご機嫌よろしゅう。
隙のない夜に小舟を出せば逃げられる。私が酒井様なら志村様をお助けしないね。あんた、なんてこと。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。いつまで続くんだろう。蒙古の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に置かれている。稽古台を使ってる人を見たことある。私の弟、太刀を握ったことがないくせに早すぎと思ったみたい。じゃあ幾度も失敗したの。5回試したけど、竹を3本切るのが精一杯だったね。あんたの弟のことだ。頭に来てただろう。竹に仕掛けがあるって言い出した後、太刀の文句。稽古を続けてたら稽古台がいかに役立つかすぐに分かったんだろう。なんとかない。草原か。さようで。
酒井と申す。お侍、何用で。政子殿から言づてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦自宅をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおれ。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。逃げられるぞ。
見失う。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。私は中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。さあかかってこい。その太刀、我が一族の仇。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。子供を殺した褒美か。これきりの金のために。うん、名前と家紋だ。政子殿に聞くか。
何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。よし、影。
戦闘へ。さあかかってこい。
ふぬけばかりか。なつるめあしぐるちめと。
よくつけ。こっちバリ。ザ敵。どうしよう。取り消した。ノーポイ。うどん食っちゃう。さ、キューブ。どうしよう。取り消した。Ready? Thank you.
ちとせ。トラリチェン、ガスカイ。
Fische, Hass, Tolanitzer, Tine! Nigga, what the fuck? Huh? Y'all so sick. Ой, өнөөг их цаарна. Би бас авчихлаа. Thank you.
왼쪽 좀 따라줘! 어이! 무너지기 좀 한다! 누가 사무라이치 넘섬 떨발! 오쇼! 떠오쇼! 떠오쇼! 떠오쇼!
を欺けなんて頼まれたらよ。頼んじゃないよ、これは芸術。まだ根に持ってんの？逃げ足だけは一人前の臆病者なんだから。金はやったろ。まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏、タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせ。でもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたなあ。本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ？歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ。でも火事場で働いてる奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか？アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。あ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。分かった。構えて。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってない。おい、止まれ。ナースだ。ナース、ほれ酒だよ。酒か、ほら行け。
すぐですよ。今の叫び声は？いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい荷重ならば傷つくこともなかる。わからないだろう。まさかうまくいくなんて。もうひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですな。村の半分が焼かれてる。お別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか。万が一にも敵に見つかったら。俺が死ぬんだろう。分かってる。この上見て、門のそば。一通りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。謎には捨てられん。きっと鷹は無事だ。肝が小さいから。行くぞ。幼虫症だった。ピンだな。
マエント、ビーネゴリオフォーニー。おい、どうした？カズヤのタカという男、手を抜いてるの。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他にカズヤがいない。わしだってカズヤだ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。兵が大勢おるな。人売りを見失う。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。Get a bottle of gin up!
Thank you.
私をどうする気です？頼む、休ませてくれ。高田、やめてくれ。姉さん、高田、何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ、どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。そこから出るぞ。ムクロが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。からどこへ？ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。
まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、